皆さんごきげんよう。え、キム・ニーがなんか激やせでなんか心配の声が、これも日々ネットで止まんないんですよね。で、僕はあのダウンタウンデラックスであのごっつい感じの同窓会的な会見たんですよね。で、見たときにそのキム・ニーを見て痩せてんなって気づかなかったんですけど、後々なんかデラックスに出た時のキム・ニーが痩せていたみたいな声がすごくて。で、ちなみになんですけど、そのデラックスのダウンタウン、えー、ごっつい感じの会、 同窓会の時はね、すごい期待して見ていたから、あのその <laughs> 期待値が高すぎて、つまんなかったです、その会は。で、まあ、香港いまだ東のキム・ニー、ダウンタウンね、集まんのって、もう10年ぶり以上ぐらいだったそうなんですよね。で、まあ、キム・ニーに関しては、ま,あ、まっちゃんのなんか側近というか、まっちゃんのボディーガードみたいなイメージですよね。<laughs> なんか、実際僕が、あのー、新宿で働いてた時に、あに、のー、お寿司屋さんでね、 あのキム・ニーとまっちゃんが訪れたとかって本当に一緒にいるんだよね。で、あのキム・ニーってさ、まあ、離婚してますよね。離婚、辺見見るとね、離婚して、それと結婚して子供がいらっしゃるんですよね。で、確かにね、あのキム・ニーみたいな人っていうのは、ああいうコアモテでさ、キャラもあるからさ、イメージってタレントって大事じゃないですかあの。病気だったとしても、病気って発表できないよね、しにくいよねって思うんですよね。 だから、その、キム兄が実際病気か否かって分かんないけど、で、俺、そのダウンタウンのその軍団を見て思ったのが、まっちゃんと未だ東の姉、ね、すごい健康だなって思いました。ハマちゃんはちょっとあや怪しいよね、なんか首のしわとか、なんかおばあちゃんみたいに見えるんですよね。で、キムニー確認したらやっぱ、痩せてましたね、写真で見たら。で、香港はね、まあ、ふっくらとした。 ちょっと貫禄があるね。いい感じかな。板尾も問題ないと思います。まあ、そりゃそうだよね。もう、初老だもんね、あの人たち。で、あんだけ人数があれば、一人ぐらい、その、大きな病気を患っていた人がいてもおかしくないよねって思うんですよね。まあ、キム・ニーはちょっと、申し訳ないけど、ただ、なんだろうね、やっぱお笑いっていうのはさ、ピエロだからさ、その、病気って多分ね、 あの、言わないんだよね。発表しないんだよね。やっぱ隠すと思うんだよね。気使っちゃうし、その病気ってこと言ったら,そら、その病気をいじったりとかしなきゃいけないじゃないですか。それってなんか良心的に嫌じゃないですか。ってことは、やっぱ病気っていうのがあると、その笑いとかね、その絡みがぼやける薄くなるから、多分、まあ、病気っぽいよね。<laughs> 病気じゃなかったら、ダイエットしているとか、その痩せたことを話題にするじゃないですか。しないってことはね。 思うんだよね。だからあの玉袋吸いだろうとかサンプラザ仲間とかもいきなり痩せてなんかびっくりしたんだよねこれ結構昔の話ですけどでも本人は、まあ、ダイエットって <laughs> 言って実際ダイエットなんだよねだからキムニーもダイエットって言えばいいんだけど言わないからねなんか歯がゆいというかそういうね憶測が飛び交いますよねで江頭がね玉袋にそのあの お前さ、俺にだけは本当のこと言ってくれ。お前、薬やってんだろって言ったらしいんですよね。<laughs> 本当はダイエットなのに。やっぱ、そんぐらいに、やっぱ、いきなり痩せるとね、やっぱ、みんな心配するよね。しかもそれをね、ランニングしてるとか、なんかボクシング始めたとか、言わないってことは、って思いました。まあ、ね、二回離婚し、あ、一回離婚してね、子供を産んでね、二人目の奥さんと、まあ、芸能人だから楽とかさ、あの幸せってこともないと思うんだよね。で、キム・ニーってさ、なんか、 まあ、立ち位置もねなんか独特であるよね <laughs> すごい売れてるわけでもないしかといって売れてないわけでもないみたいな料理とかしてるイメージでねあとなんかあのちょっと乗り込んでいくかみたいな2位、まあ、って言われるだけでねでもまっちゃんはねあのキム・ニに対してなんか気が利きすぎてやっぱすごいって俺のために生まれてきたようなもんだって言ったらしいんですよね、うん、だから、まあ、昔ながらのかっこいいねあの 派な男な男んだろうねだからケンビエメリとか今のね奥さんも綺麗な人じゃないですか惚れたんだなって思いましたまあこの動画でまあ最後にまあ言いたいことは、まあ、病気じゃなければいいですよねとしか言えないですではどうもありがとうございました